こんばんは、下川です。はい、今日はですね、3月最後の講座の日です。今日はですね、滋賀県から女性セラピストさんに来ていただきました。でこの方はね、全国のチェーン店の、全国チェーン店のサロンにお勤めでして、指名はね、結構たくさんいただいている人気セラピストさんなんですね。しかしですね、指名いただいて人気なんですけども、やっぱりガチガチさんが来ると不安になるっていうね、ちょっと自信がないっていうことだったんで、こちら、私の今日もですね、点を使った自動加圧、このね、使い方をみっちりと指導させていただきました。でその方はね、やっぱりその人気指名たくさんいただいてるっていうだけあって、基本はバッチシですね。基本は本当にできてました。であとね、やっぱり思ったのが、人気ある人っていうのは技術もそうなんですけど、人柄です。人柄も、あ、これは人気出るやろうなという感じですね。こうふわっとしたね、柔らかい女性特有のね、男性ではそういう人いないですけども、まあ言う、悪い意味で言ってしまったら、悪い意味じゃなくて悪い言葉で言っちゃうと、もう女性の武器ですよ。もうそんなんはもうどんどん生かせたらいいと思うんですけど、このふわっとしたね、女性特有の柔らかい雰囲気の方なんです。あ、これは人気出るなと、そういう感じがしました。でもね、テクニックもすごいんですよ。うまいんですよ。で、今日、点を使った持続圧っていうのもね、伝えさせてもらったんですけども、しっかり最後の方はできてるんです。できてるんですけども、ご本人さんはね、こう、って自信がないようなんですよ。でも私は受けてて、あ、ほぼできてるよ、ほぼって言ってるんです。もうやってることは間違いないということなんですね。ですんで、帰り際にね、ご本人さんにも声をこうかけたんですけども、あれですね、声かけさせてもらったんですけども、あとはもうやるしかないです。実際私受けてね、もう間違いなく、ちゃんとできてますから、それをね、あとビビらずに、あと変にアレンジせずに、今日やったことを明日のお客さんからちょっとずつやっていく、やり続けるっていうことです。もうそしたらもう必ずご自身のものになりますから、頑張ってください。やり続けるだけです。信じてやり続けるだけ、まっすぐね、こんなこう横道に添えていったらダメですよ。自分でアレンジして違う方向にやってしまったら全然ダメですからね。まずは1年間は私の言われたことをまっすぐやり続けるということです。はい、 N さん、ぜひ頑張ってください。応援してます。はい、それとですね、1日講座は、次ね、5月以降の受付になります。4月の末の方もね、ほぼ埋まっちゃったんですよ。で、ですんで、次は1日講座は5月以降の受付になります。ただ一つ、4月はですね、4月の3週目の平日に、まあ、お一人入れることが可能かなっていう形なんでね、その3週目、4月の3週目の平日、ご希望の方であれば、連絡ください。予約入れるようにいたします。はい、あと合宿ですね、お願いします。で、5月以降まだ入っておりませんので、ぜひ即戦力育成の合宿にもご応募ください。よろしくお願いします。